サガン鳥栖の元選手高橋芳樹さんが鳥栖市役所でマイナンバーカードの申請を体験し、気軽に手続きできることを PR しました。鳥栖市は市民が気軽にマイナンバーカードの申請手続きができるよう、先月1日から今年度いっぱい市役所に特設コーナーを設置しています。今日はサガン鳥栖の元選手で市の特命応援団長を務めている高橋芳樹さんが市役所を訪れ、マイナンバーカードの申請手続きを体験しました。高橋さんは専用のタブレットで証明用の写真を撮影し、およそ5分間で申請の手続きを終えていました。申請日が今日になっております。非常に手続きは簡単で、もっと早く作ればよかったなというのは思ってました。この特設コーナーにお越しいただければ、もう5分で申請手続き完了します。一人でも多くの市民の方、カード申請をしていただきたいと思います。マイナンバーカードの交付率は今月1日現在で全国が 44% ちょうどなのに対し、佐賀県は 43.7%、 鳥栖市は 41.8% となっています。